こんにちはナビゲーターの佐藤美希です突然ですが皆さんはフェアトレードという言葉をご存知ですか世界的にも注目されている取り組みなんだそうですちょっと聞き慣れない言葉フェアトレードそこで詳しくお話を聞こうとやってきたのはフェアトレードの商品を販売するお店代表の高橋さんに教えていただきます フェアトレードにはいあのフェアトレードは作る人にとっても買う人にとってもあとは社会にとってもそして地球環境にとってもあのみんなに優しい貿易の仕組みのことなんですね。あの主に アジアやアフリカや中南米など開発途上国といわれる国々で暮らす女性たちだったり障害がある方とかあと小さな小さな農家さん彼らは本当にこの大きな社会の構造の中ですごく弱い立場を強いられているんですね。フェアトレードととはは公平なな貿易をするるいうこと一方のの国は豊かになるのに 一方の国は豊かにならならいそうならないように開発途上国の農作物や商品を適正な価格で購入するという取り組み私たちの身の回りには本当に安い商品ってあふれてると思うんですけれど物を安く作るために一番大きいのってやっぱり人件費をいかに安く抑えるかなんですよね。そうすると、まあ、作ると作人に適切な 賃金が支払われていなかかったりとか働く環境が劣悪だったりとか子どもを学校に行かせられずに働かせざるを得ないような状況でやはり作られたものっていうのがやはり残念ながらあるんですね。フェアトレードが必要とされる商品はコーヒー、コットン製品紅茶など多岐にわたり日本人も大好きなチョコレート。 その原料であるカカオも含まれているんですということで今回はフェアトレードについてナビゲート絶品こだわりのチョコレートもたくさんご紹介しますよお買い物で国際協力魅力あふれるフェアトレードの商品を紹介これまでは廃棄していたあのフルーツの茎が 神になるって本当豆から厳選もらって嬉しい送って納得フェアトレードのチョコレートナビゲートもう幸せです5月13、14に開催予定の 2023ワールドトライアスロンパラトライアスロンシリーズ横浜大会の組織委員会総会が3年ぶりにリアル開催されましたこの日はハマトラアンバサダー移植式も行われ大会組織委員会会,会長の山中武春横浜市長から移植状が交付されましたハマナビ今回はバレンタインに知りたいフェアトレードについてナビゲート 改めて高橋さんこちらはフェアトレードショップ、はい、ということですが、はいはい、どうしてこうしたお店を作られたんですか、はい、あのこのショップを運営しているのは私たち有限会社ネパリバザーロと言います私たちは1991年に ネパールの子どもたちの育成支援ですとか、まあ、女性たちの自立支援を目的としてネパールで活動を始めたんですねですけれどもネパールに現地に行ってあの気づいたことがありました実際に学校に子どもたちが通えないのは学校の有無ではなくてその家庭の貧困問題があったんですね親に仕事がないんですねそれで私たちは ネパールに仕事の機会を生み出してその親が継続的に安定した収入を得られるようになってまあ自立を支援するような活動を始めました寄付より貿易をしてほしいネパリバザーロは創設者土屋春代さんがあるネパールの女性から言われたこの言葉をきっかけに誕生しました 以来ネパールの伝統的な技術や農産物を生かした商品の販売を開始厳しい生活を送る人たちに仕事の場を作り自立を支援する活動を行っています店内ではネパールを中心にフェアトレード商品を見ることができます 素敵ですよ編み物ですよねそうですねこ,<の>これは手編みしたもの、ねえー、あとボタンはココナッツボタンですとかココナッツボタンはいできるだけ天然素材を使ってます、えー、後ろも可愛いですこのリボンのところす、ね、おすすめはこちらのカレーセットなんですけれども、えー、10種類以上のネパールの有機のスパイスが調合されてるんですね よろしければ、はい、ちょっと香り楽しんでみられますか嗅、はいでみたいです、はい うわーもう美味しい、これです、で <laughs> 大本格的なカレーが作れますねそうで,す、ねそうですね、本当に奥地の村から届いたスパイスで、うん、私たちの日本人の味覚に合うように調合してますのであのとっても簡単に本格的なカレーが作れるんですね香りもそんなに刺激が強すぎず本当に美味しそうなカレーのスパイスの香り。そうなんです 高橋さんたちの支援活動はネパールのほかにこんな地域にも。さあこちらはチョコレートですね。はいそうです。種類もたくさんありますね。はい。私たちはあの沖縄にの将来に向けて新しい産業を生み出したいと思って沖縄カカオプロジェクトっていうのをスタートしたんですね。2017年にスタートした。 沖縄でカカオを栽培し新しい産業にしようとする試みまだカカオは収穫できないのでインド産のカカオを使用砂糖は沖縄特産の黒糖さらに岩手県陸前高田市に工房を設立しましたそこは東日本大震災の支援活動から生まれた工房になるんですね。 どれも自信を持って作っているものなんですけれども、はい、特に人気があるのがこのシナモンジンジンンャーのタイプになりますすねねこちらです、ねえー、シナモンとジンジャーが入っているんですかです、はい、あの先ほどのカレーのスパイスでご紹介したネパールのシナモンとジンジャーと、はい、あとはカルダモンという3種類のスパイスがチョコレートに練り込まれています。えー、美味しそうですね チャイを飲んでいるようなチョコレートの味わいなんですね。えー、じゃあこのチョコレート一枚に沖縄とインドと岩手とそれからネパール四つの地域の新たな産業を生み出して、その皆さんが重ねてる。はい、いいですね。そうですね。そのチョコレートどんなお味なんでしょう。いただきます。 うん。うん、うわ。もう口に入れた瞬間に。カカオの。本来の。味わいがわーっと。口の中に広がります。これはこう本格的なチョコレート。うん。うん、シナモンのこうふくよかな甘さと。後からピリッと。 ジンジャーの香りが追いかけてきますわあ、すごいで後から優しい甘さあこれはまた黒糖の甘さなんですかねたまらなく幸せですねうーん美味しいです 高橋さんはこのフェアトレードについてどんなふうに感じていらっしゃいますかですねあの現地に行くとですねやっぱり作っている女性の方たちがこうどんどん麗にあに輝いていくんですねやっぱりそうやってこう一人一人がこう大事にされてみんながこう幸せに生きられるような社会をこのフェアトレードの取り組みを通してあの作っていきたいなと思っています。 まずはぜひあの召し上がってみていただきたいです。あのみんなで本当に力を合わせてより良いものを作ろうとあの政策たくまし合いながらあの頑張ってますのでぜひ召し上がってみていただいて、そしてちょっとこう作り手のこととか遠い国のことに思いをはせていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。フェアトレードは作る人も買う人も。 笑顔になるることができる仕組みバレンタインにこんなストーリーのあるチョコレートはいかがですかさあチョコレートは一休みをして続いては日本で初めてフェアトレード認証を受けたという紙をご紹介しますそのフェアトレード認証された紙を紹介していただくのは 創業千八百八十一年、大川印刷六代目社長の大川さん。早速ですが、はい、こちらにフェアトレード認証を受けた紙があると伺ってきたんですが、はいええ、どんな紙なんですですか、ええ。ちょうど今ご覧いただいてる、はいるこちらの紙が、ええ、その紙になります。なんでできているかわかりますか。 なんだろうなんか繊維がこう,う、ね、ちょっとよく見ると見えるかと思うんですけども、よく環境に優しい再生紙とかは聞いたことありますけど、はいはい、こちらも材料の一部にですね、はい、バナナの茎を使っている紙でバナナペーパーと言われるものなんですね。バナナですか。はい。バナナの香りするんですか。香りはしないですが、よく見るとその茎の繊維は見えますね。<laughs> ナナはい。このちょっとこう 薄いい茶色いのが繊維なんもともとバナナって実を収穫すると他の茎などはですね産廃として処分されていたんですけれどもそれを有効に活用しようということで<え>紙の原材料の一部に使われるようにこれは20%そのバナナの茎の繊維を使っているものです。えー バナナはどこのののババナナナナザンビアアアになりますねフフリカのアフリカカは同じ木に一度しか果実ができないため収穫時に古い茎は切り落とされていましたその廃棄される茎を新しい産業にとザンビアの人たちと協力して生まれたのがこのバナナペーパーパ地球に優しい紙としても注目されています。 2016年に世界フェアトレード連盟の認証を取得現在名刺やレターセットなどいろいろな商品に使われていますじゃあ今まで捨てられていた部分が紙の一部として使われてるんです、ねはい、そうですね有効に活用されるようになってきてるっていうことですねこれまでも大川印刷は SDGs の活動を行ってきましたなどの 排出削減を目指すカーボンオフセット制度を導入した撮影スタジオも完備環境についての動画も配信しているんだとかテーブルの上にあるのが、はい、バナナペーパーを使った便箋と封筒ですね封筒。はい。ちょっと色が異なりますけどもーー封筒の方は5%そのバナナの効きを入れてて、はい、こちらの便箋の方はちょっと濃い感じがしますけども<ー>20%バナナの効きを入れているもので ちょっと触ってみてもいいですか。こちらが二十ですね、二十パーセントですね。なんかこの風合いがまた温かみがあっていいですね。優しい。触りもこもそうです見た目がもう違いますよね。ちょっと和紙みたいな感じですね。しっかりこう繊維が、本当だ。少しこ凹凸というか、しっかりと繊維が使われているのが。製造工程の。 この関係でですね、はい、表側はこの光沢になってますけども、裏側はこういったワシっぽいザラザラしたものになりますね。えー、はい。<た>その風合いもお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。うん、はい。これがバナナの茎。そうですね。えー、このバナナペーパー自体はアフリカのザンビアで原材料となるその茎っていうのは回収されているわけなんですが。 そこで働く人たちがこの女性の就労支援につなげているんですねで女性の就労支援が進むと何が起きるかっていうとお母さんの収入が増えますからお子さんたちが働かなくて済むようになると。で今度お子さんたちが働かなくて済むようになると何が起きるかっていうと学校に行かれますよね。 で質の高い教育をみんなに受けさせてあげることができるとでそして今度学校に行くとまだ更に先があって栄養バランスの取れたた給食をいただくことができますよねそういったところから全ての人に健康と福祉をっていうような今のグローバル・ゴールズ SDGs の考えにもこうつながっているそういったものがこのマナナペーパーになります バナナペーパーを入り口にさまざまなこう社会課題の解決の一つのものになるということなんですねさあお待たせしました真のチョコレート好きにはたまらない本格的な専門店をご紹介します究極のチョコレートを目指して去年オープンしたチョコレート専門店 カカオロジー大倉山ファクトリーカフェこのチョコレートを作っている工程を、はい、店内から見るることができるんできんすねそうなんですあのうちのお店では、まあ、カカオ豆からチョコレートになるまで一気通貫して作る、まあ、ビントゥーバーっていうお店チョコレートのお店にやってますのでせっかくなう見えるような形でこういったお店のデザインになってます。 ビーントゥーバーとおっしゃいましたけど、はい、どういういものなんですか、はい、いわゆるチョコレート屋さんまたはコンビニさんで売っているチョコレートっていうのはもう出来上がっているチョコレートを大きいメーカーから買ってきて加工しているそれでチョコレートお菓子だったりとかにしていますでうちではその世界中のいろいろな国のカカオを輸入してきてましてでそれを全部自社のここのお店で痛感して作ってるというのはビーントゥーバーチョコレートといいます。通常のチョコレートは 果用のチョコレートカカオマスを仕入れて砂糖やミルクを加えるなどして商品を作ります一方ビーントゥーバーのお店ではカカオ豆を輸入し自分たちでこのカカオマスを作りさまざまなチョコレートを作っているんですビーントゥーバーのメリットは産地にこだわれること日本ではガーナが有名ですが実は。 いろいろな国でカカオは収穫されていますこちらではそんな産地ごとのカカオの特性を生かしたチョコレートが味わえるんです試食ができるというのも嬉しいサービスではまずはこちらのガーナのカカオ豆を使った70%のチョコレートですいい厚さの板チョコレートですねではいただきます うん、あじんわり溶け出してうわーうーんおいしいハイカカオで70%ってもっとこう苦いイメージがあったんですけどすごくまろやかで食べやすいでは続いてハイチの チョコレートをいただいてみましょううんもう一口入れた瞬間の香りが全然違います確かにちょっとこうフルーツを思い浮かばせるような爽やかさを感じますいやー後味もすっきりしているんですけども でも上品ですね。笹部さんこんなに味わい違うんですね。このハイチのカカオはガーナのカカオとまず品種が違くてすごく希少なカカオを使っています。<ー>フルーツのような香り味があるのが特徴になっています。<ー>はい失礼します。カカオ豆からどうやって作るのか見せていただくことに。ね、<あ>はい早速でこちらが。はい あの届いたばかりの焼く前の豆になります <laughs> へなんかアーモンドみたいな、はい、そうですね色はアーモンドに近いですね形でこちらではこのカカオを契約している現地の農家から直接輸入しているんだとかまずカカオをローストしていきます温度や時間は産地や状態によって調整していきますここが職人の腕の見せどころ ローストしたカカオはすすりつぶしていきますカカオにはココアバターと呼ばれる脂肪分が含まれているのですり潰すとこのようなペースト状になっていきますまさにこう石臼のように回転してすり潰している感じですねさあこちらの作業はどれぐらいの時間これ四十八時間 48時間 2>、はいはい、丸2日間 2> そうですねはいこ,この状態ではいずっと2日間回します回し続けるんですか、はい、うわここからカカオがさらに滑らかな状態になるまで練り上げていきますそして2日後ようやくチョコレートの原料カカオマスになるんですいやだってあの豆から 焼いて砕いてペーストにしてまた丸二日間、はい、すごく時間と手間がかかりますけれどもこれがビートゥーバーっていうことなんですねそうですねこの工程がビートゥーバーですねいやーこれは大変ですよチョコレートにするまでパッケージ化されて出来上がったのがこちらですベリーズさんのチョコレートベリーズは メキシコの隣にある自然豊かなカカオの原産国品質の高さと生産量の少なさからファインカカオと呼ばれることもうんしっかりとカカオのこくが。 感じられるんですけれどもその後にいちごですとかベリー系の果物のような甘酸っぱさがふわーっと広がりますいやこれガーナとハイチ先ほどいただきましたけどこのベリーズさんも全く違った味わいですねいやー不思議うーん 産地ごとのカカオが楽しめるビーントゥーバーのチョコレート厳選したカカオが醸し出す気品高くふくよかな味わいのプレミアムな一品贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりですこれからどんなチョコレート作りしていきたいですかはいそううですねあのうちの カカオすべてフェアトレードで仕入れているカカオになっているんですけれども、やっぱりそのフェアトレードだからこそ伝わるおいしさ、そしてカカオ本来の持っているいろいろな味、カカオの産地によって違う味わいをお客様にお伝えしていきたい、それで好みを見つけていただけるようにしたいなと思っております今日はありがとうございました。あありりりががととううごござざいいいまましたいつも番組へのお便す 堺区の田崎さんとお読みするのでしょうか1月28日放送のものづくりの街横浜をご覧いただきこんな感想をいただきましたちょっと不思議なものが割と生活に身近な技術ということを知る楽しい特集でした職人の方たちの仕事風景はとてもかっこよかったです若い職人さんが多く横浜の未来は期待できそうと感じましたといただきました 本当に職人さんの技術によっていかに私たちの生活が支えられているのかを実感する取材でした田崎さんありがとうございましたこのように番組への感想や横浜に関する情報を募集しています番組特製クリアファイル差し上げますたくさんのお便りお待ちしています さて、今回の「ハマナビはフェアトレードについてナビゲートしてきましたがいかか。がだったでしょうかどんな人が生産していてどんな人が作っているか改めて考えるいい機会だなと思いましたし今回カカオ豆をはじめ本当にいろいろなものにフェアトレードの取り組みが行われていることを初めて知りました。 こうした世界の人たちが幸せになるための大切な取り組み、フェアトレードが当たり前になったらいいなというふうに感じました。今年のバレンタインデーは美味しくて国際協力もできる横浜のチョコレートを楽しんでみてはいかがでしょうか。